どうもパシーチャンネルです。はい、今日も今週の予定を発表したいと思います。今日はイオンモールにあるこういう室内のねボールプールとかありますアミューズメント施設にやってきましたが、はい、今週はねちょっと新しい試みとしてですね、まあ、僕も勉強がてらという意味も込めてなんですが、ウィルバート・オードリーさんが書いた絵本ですね、機関車パーシーの絵本を読み上げてみたいと思います。題目はパーシーと信号です。あ、こちらを本日12月5日の月曜日の夕方にアップしたいと思います。知ってる方は知ってるんでしょうが、僕は初めて見ましたしね、まあ、1冊の本に5話6話とこう収録されてるんですが、とりあえず第1話のねパーシーと信号っていうのを読み上げてみたいと思いますが、ちょっと工夫を凝らして読み上げてますのでお楽しみにしていてください。はい、そしてですね、今日の夜中ついにワールドカップの決勝トーナメント、日本対クロアチアが12時からやってですね、その後4時半からかな、韓国もブラジルとやるっていうので、我々ね日韓夫婦なんでどちらも応援しなきゃいけないので、マジでオールで見ちゃおうかなと考え中なんですが、それを見るとね火曜日なんかはもう本当仕事と家のことだけで YouTube のことはほぼできないと予測してますので、はい、次は12月7日の水曜日、2023年のトーマスにまつわる何かをご紹介です。はい、これはねプラレールでもその模型とかおもちゃではないんですが、絵本でもないですよ。はい、2023年のね何かトーマスにまつわるものを発表したいと思います。それで明日割とまあ元気で撮影とかができたらなんですけどね、まああと水木と編集しまして、金曜日にはなんとかアップできるのかな、アップできたら12月の9日の金曜日、パーシーストーリー162話目ソドー通る休暇でみんな仕事をボイコット頑張れパーシーというものすごい長いタイトルですが、まあ、こういったねストーリーをお送りしたいと思っております。すごいですね、あっという間にもう葵くんとカイナちゃんも一緒に遊べるぐらい大きく成長しました。いやー、それにしてもこの2022年のね暮れの12月に来まして、最大の楽しみワールドカップっていうのがねものすごい盛り上がってますが、皆さんも観戦していますでしょうか。このままね予選リーグみたいにドイツとスペインを破ったような感じでクロアチアにも勝ってですね、韓国はブラジルを破って、韓国と日本が戦うところも見てみたいですし、韓国がね負けてもブラジルと日本が勝負するところもね、まあ、見てみたいので、まだまだ目が離せないワールドカップですが、ただね寝不足だけがとっても心配でしてね、うん、最悪パーシーストーリーは、金曜日ではなく土曜日もしくは日曜日まで連れ込むかもしれません。以上が今週の予定となります。最後にうちの天使を2人見てお別れしたいと思います。それでは今週も楽しく行きましょう。それでは今日の夕方お会いしましょうね。バイバイよー。